さあ皆さんこんにちは。こんなさあ皆さんって大丈夫です。座ってからじゃなくて、座ってからじゃなくて大丈夫でした。なんかさあさあ皆さんみたいな感じ。大丈夫でしたね。大丈夫でした。そう、なんかこうさあってくるときになんかちょっとゴムビヨーンごめんなさい、はいはい、さあ皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。今日はスナックよしえようこそということで素晴らしい、わかりますか、すごい、ね、赤いレザーのすごいですよ、はい、そうでしょ、はい、なんか、ね、お酒出てきそうな感じの雰囲気、出てきます、出てきます、出てきます、出てくるんですね。今日はしっぽりって感じでね、はい、じゃないのじゃなかったじゃないんかい、はい、今日は、はい、見てじゃあワンパク小僧みたいな、ワンパク出ちゃう、これ、こんなラグジュアリーな空間雰囲気で食べ放題、そのギャップすごい、雰囲気に飲まれずにワンパクに食べれる、そうなんですよ。いやすごいね、はい、嬉しい。もうしかもテーマが何だと思います、うん、この雰囲気でこの食べ放題のテーマがあるんですよ。テーマ、はい、いきますよ。飲むより飲むより食え違います、はい、正解は、はい、アジアンフェア。あ、そうなんや。あ、なるほど。わかんない、このポイント。わかんないちょっとね、ごめんなさい、あのアジアンフェアきっと、はい、食べ放題ちょっとかすかに映ってる料理では皆さんには伝わらなかったかもしれませんが、はい、今回の食べ放題のテーマはアジアンフェアでございます。おー、すごい。アジアですか。そう、というわけで私たちが今回やってきたのは富山台は6階にあるザ・ビュッフェ。3月から始まったアジアンフェアが大好評ということでお邪魔しました。雑穀ご飯や、めっちゃ嬉しい。あ、これカパオライスだ。雑穀ご飯めっちゃ嬉しい。いいね。カパオなんですよ。もうパクチー、ローストビーフ、ローストビーフもこだわりかないですか。なんかこの食べれそう。うん、今日は朝ごはん抜いてきたんでいきます私も抜いてきました。食べ放題ってね、なんか抜いちゃうよね。そうそう、気合い入れてきちゃいますよね。わかる。でこれ私ちょっと気になってるのが生春巻きですよ。じゃあ巻きますか。はい。これテーブルでみんな自分でオリジナルの具材を持ってきて巻くんだよね。すごい。はい、いい感じです。じゃあ巻こう。確かにでも春巻き、生春巻きってレタス系入ってます、うん、そう。でも食べたいものを食べたいように食べるのが、うん、そう、食べ放題の醍醐味ですもんね。なんて言った今、食べたいものを食べたいだけ、食べたいものだけね、ものを食べたいだけ、うん、あー、なんかちょっとごめんなさい、見た目がねごめんなさい、すごい、ちょっと楽しいけどちょっとごめんなさい。いただきます。うん、うん、うん、うん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 、いちごのローストビーフ、すごいこだわりなんだって。いただきます。うん、どうですか。うん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 、あの脂身が少ない。本当ですね、ヘルシーって感じ。めっちゃ味しっかりしてるから、うん、超ご飯進みそう。なんだこれ、デミグラスソース、うんうん、ソース、なんか甘いソース、うん、この人でたまらんですね、うん、あー、香りもすごい、うまっ。あ、そう、うまい、おいしい、うん、うん、めっちゃ本格的。アサリも大きいよ、すごいな。え、すごいすごい、もうしめじも入ってるし、うん、めっちゃ美味しかった。これいいね。これめっちゃいい。なんか締めにもいいんじゃない。うん、今締めに巻いたけどもう一回締めれる、これでまた、うん、なんかこの気軽にアジア料理楽しめるっていいですね。ありましたよ。なりましたよ。あ、できましたよ。できました。ちょっと取ってきます。あ、
思って背高いの持ってきました。これ何、はい、すごいすごい、あるある、いくよ、はい、じゃあ、嘘嘘嘘、すごい、すごい、これ何、テッシー、テッシー、すごい、テッシー、すごい、美味しそう。テッシーさん、昨日あの卓上にありましたお醤油がね、それでこれですね、はい、これいきます。あ、エビ団子みたいな感じですかね。あ、ちょっとかけすぎたかな、大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます、はい、あ、熱いかな、あ、すごい美味しそう、いきます、いただきます、うん、あ、熱いです、おいしい、うん、すっごい本格的、うん、うん、お肉、あ、一口いった、熱くない、大丈夫、熱いでしょ、うん、うん、生地もちもち、ほんと、うん、これもおいしい、はい、ガパオ、ガパオライス、大好きですガパオも、かわいい豪快淡白、はい、中学生男子みたいな話、いや、めっちゃおいしい、あ、一気に中国からインドネシア、うん、おいしい、うん、うん、味付けめっちゃおいしい、ピーナッツ、うまい、北京ってどこですか、はい、北京ダックです、はい、北京ダックです、食べていこうな、はい、まあでもそういう私も北京ダックはね初かも、私も初めてですね、こういう、うん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 、いいんですか、しゃべちゃって、いいですね、フラワーさん生地をめっちゃ綺麗、これめっちゃ綺麗、初めて、ああ、そうですね、中心が大事、中心、はい、そのそう、これなんか韓国かなんかなんですか、あ、韓国で流行ってる、あ、へえ、そうなんや、フラッフル、アップル、おー、お、え、めちゃ美味しそう、え、初めての形なんですけど、出てる、焼きたて、おー、あ、もう行くとふわふわなの、あ、あ、すごい、なんか外パリカリで、あ、いいね、真っ先に、どうぞどうぞ、わーい、あ、でもなんか原型がクロワッサンのね、うん、かわいい、すごい、これがクロッフルなんや、めっちゃかわいい、かわいい、コロコロしてる、わーい、できたできた、わーい、じゃあこれにちょっとトッピング、はい、していきましょう、おのおのでね、わかりました、はい、見といてください、はい、完成、それぞれ違うね、渋 い、はい、渋い、ちょっとなんか和風系、和風にしました、私あの桜、ああ、いいですね、いいですね、素晴らしい、さすが、楽しい、やった、楽しい、それぞれのクロッフルを作りました、はい、いただいてきます、はい、食べよう、あ、私たちデザートタイムです、はい、すごいいいですよね、この食べ放題のいいところが本当にデザートまで全部食べ放題っていうのが、いい、しかもあのこちらのお店時間無制限でございましょう、やばくないですか、もう一周できますよね、そう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 、デザート行ってなんならもう一回なんかこういける、だってなんか一旦リセットされるからね、これでね、そうそう、はい、で美味しい、うん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 、どう、クロッフル、そういえば私まだ行ってなかった、え、すごい、なんかフォークサ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 ク、すごい、これの専門店やった方がいいっす、うん美味しい、めっちゃ、お、あ、あ、うーん、あ、すごい、なに、食感すごくないですか、サク、ふわ、食べるともちもち、うん、あ、美味しい、あの蒸したて、うん、ね、美味しかった、大満足です、はい、ここからね、また小休憩挟みまして、この後夜ご飯、夜ご飯ですね、はい、え、そういう人いそうじゃないですか、大丈夫ですか、時間を忘れてゆったりと過ごせる、うんうん、だからすごいいろいろ選べましたし、うんうん、ゆっくりどうしようかな、デザートもすごいゆっくり食べゆっくり、うん、そうそう、どうしようかなっつってね、デザートゆっくり食べれるのめっちゃいい、確かに、そうでしょう、ない、
もうさ、あと5分とかだってこんなんで、ね、めっちゃそれ、めっちゃそれですか。それです。なんならもう帰りのあの最後のジュースとかもう小走りじゃないですか。ね、もうでもちょっとあと2分でコーヒーコーヒーみたいな感じになっちゃうんですけど、ちょ人間嫌だね、部分が出ちゃうんですけど、でも食べ放題でもこうやって、え、めっちゃ嬉しい、ね、自分らしく食べれるっていうか、はい、取り乱すことになって、はい、のね、本当に楽しめるっていうことですよ、はい、心の底からアジアを存分に満喫できました。よかった、行きたくなった、行きたくなった、うん、私トムヤンクタイ行きたいですね、タイ行きたい、ね、行きたい、よかった、アリサちゃん久しぶり、はい、よかったです、よかったです、はい、お願いします。おいしい、すごい楽しかった今日、楽しかった、おいしい、楽しい、満足です、おいしい、楽しい、満足、はい、はい、よかった、じゃあまた、あの、見てください。またじゃないですよ、はい、綺麗に最後が大事。じゃあまた、ありがとうございました、ありがとうございました。